どうもバンです。そうしましたら引き続きね、石垣の補修の方をやっていきます。今日はここからですね。でこの辺にあるグリーシムできればねこっちの方に寄せていきたいんですけど、まずはね、この石垣を補修してからということになりますね。それでは作業開始いたします。
はい、どうもです。とりあえずね、石を並べるところの切りのいいところまではできたんですけども、最後ちょっと帳尻合わせの石を使わざるを得ないことになって、ちょっとね雑になるところが出ましたけども、まあこんなところでしょう。あとはね、この柳の木の下のね砂利を鳴らしていくところなんですけどね、ちょっとねもう体力のね、限界でカメラも人間もねオーバーヒート仕掛けた、そういうことになったらいけないんでね、まあとりあえず今日のところはこんなとこかなといったところです。ちょっと外側からどんな感じかね見せておきます。外側からはこんな感じですね。この辺はまだというか、まあ手つけてないところですね。ここまで手つけましたね。ここまで手をつけました。まあまあ、なとこかなと。ちょっとこのめちゃくちゃでっかい石がねちょっといびつですけどね、本当は、縦方向に、この面に対してこういう風にね、並べないといけないんですけども、ちょっとね余力がないですね。これはまた数年後といったところでしょうか。でこの辺めちゃくちゃでっかい石があったんですけども、なるべく立てて山側に傾斜するというようにしました。この辺まではねうまいこと 2.5 段で行ってたんですけど、この辺から2段になってきて 1.5 段になるつつあるところで、ちょっとね、高さがね、足りなくなってきたといったところはありますけど、こんなところですね。これはバッチリ決まったね。これ当初寝てたんですけどね、こんな感じで、あこれもバッチリ決まりましたね。はい、というわけで、ちょっとこういう隙間に、グリーシーを入れていくとかっていうのはまた、おいおいやっていこうと思います。原能もいるんでね。はい、以上です。ではでは。